ここもスクリーンちょっとかけられませんでしたね。うまくフィジカルに守りましたよね、はい、まあ、決まりましたけれども、ね、はい、昨日もねこういった形で最終的にドライブ狙ったんですが下げて24秒ですね、はい、今のも柴田選手位置が高いですよね、やっぱりね、あの位置だと、あの位置だと秋田選手は柴田選手守る必要なくなりますからね。さあ取ったか、勝負に行くか、もうタップからいった、決まりました、いいですね、はい、ここで寄った時にどう合わせるかですよね。その模索フェアボール、しかし木村が取っています。スリーポイント成功になりました。出ましたねブロックね、今やられ完全にやられてたんですけどね、技抜き前になかなか行かれない、時間がない、時間がない、打ってきた、あーよく決めました、残り2秒だったんですが繋ぎましたね、この個人技でね、八村のところかわしていってレイアップ、まあ、トランションですからね、やっぱミスマッチがあったので、まあ、逆に八村スリーライしっかりとリバウンドを取っています。3点差、これは通れば通りました、リウープ、そうですね、はい、ここしっかりコントロールしてここから使った方がいいですよね。流れは新潟ですが、アルマトップからのスリーポイント食らいついていきます。木村が持ちまして、そこからアルマ1クォーター8得点、おー絶好調、もう早速2桁得点です、11得点になりました。どっちだ、新潟取った、ターンオーバーだ、下を通ったどこへ出す、杉本、杉本エルボーから決めた、おさこれで1点差、しっかり取ります、そして奪ってから速い、あ今のビハインドバックこぼれた、でもいいかもしれませんね、はい、こういった形でいいと思います、うん、決めていきました、ね、あちらがいたんですか、この渋田のハンドリングがちょっと置いたんですが、まずここ預けてからやはり勝負にいった、もうタップに決めていきます、はい、ここにはグレイジョン、アルマ、アルマ、ここはデザインされたオフェンスでしたね、今のまあハイローを狙うというか、コーバー選手がしっかりロックをしてですね、はい、ここまではディフェンスしっかりています、アルマも打つしかない感じ、でも決めました、これは決めた方がうまかったという感じで、すぐにパーカーが行っていてちょっと苦しんでる時間がない、しかしここはうまく交番から最後アルマにギリギリで決めていきました。時間がかかってもいいと思うのでしっかり預けるってこと大事ですよね。おっと押し込むか、押し込めず、そして遠藤京8得点、おっと押し込むか、押し込めず、そして遠藤京8得点、はい、さあ群馬が、さあ群馬も流れを渡さない早いタイムアウトですね、リモート、そして技抜き、難しい形でしたがよく決めています、押し上げますね、はい、うん、難しいところ、わーよく決めます、技抜きがちょっと味方とかぶってしまいました。アルマから5番ワンハンダンク、モサク、モサク苦しい体勢だ、あよく決めました、まあやっぱ5番選手とピックのがやっぱ狙われてますよね今ね、なんとか1本返していきました、5番預けず、まあ、今決めましたが、やっぱり5番のところはやっぱりその形ですよね、まあ、5番選手に判断をさせようというところですよね、難しい判断をさせたい、合わせを狙ったやつだった、ここ走ります、杉本、杉本とにかく走って、そしてスコアラにプレーさせようというところですよね、難しい判断をさせたい、合わせを狙ったやつだった、ここ走ります、杉本、杉本とにかく走って、そしてスコアラにプレー取っていきました。ここもターズキーが行って、だから八村が今様子を見ながらという感じで、5番お決まってエンドワンです、エンド、エンド、エンドからクアウトで、もう一度エンド、
もう気持ちで決めていきました。杉本が裏に行きますが、そこに合わない。村来ました、スリーポイント。さあここで返して、昨日の川井アスタートコーチのコメント、後半のコンディションが上がってくるに合わせてチームのコンディションも上げたいというところだったんですが、木村が今は、